はい、ありがとうございます。太陽が出てよかったですけどもね、ということで太陽かと思ったら照明だった、これ照明ですか、来たなと思ったら照明だった。太陽が2つも出てよかったなと思いますけどもね、メンバー紹介をしたいと思いましょう。ドラムです。エイセッターコー、へえ、乗ってるか、大阪。肌寒いでございますよね、本当にもうさっきからもう鼻水が止まりません。ちょっと離れてるから分かんないけども垂れ流しです。あ、そうそう、どんどん出てます。500ミリリットルぐらい出るかな。ね、ちょっと肌寒いでございますけども、テストステロンちょっと多めにね、今回放出していきたいなと思って、肘を引いてこう胸を張ってね、テストステロン多めに。テレビでやってたやつですね。それそれ、同じの見てた。ねえ、みんな楽しんでって。そしてベースです。エイセット2連どうも、子供の日スペシャル大阪で開催できて大変嬉しいです。なんかポップコーンの匂いがすげえ、ね、いいですね。定期的に1曲のうち1回くらい、多分風向きの関係だと思うんですけどね、定期的に漂ってきて、ちょっとあれですね、皆さんもそんな感じでポップコーンの匂いとか嗅ぎながら、ぜひ最後まで楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。ピアノエセテムです。よろしくお願いします。スーパーボールやりました？スーパーボールとかやった？やってない？やってない？これやってないってことですか？それとただ手を振ってるってね、あれね、ちゃんとね、AZL って書いてあるからね、よかったですね。書いてなかったらちょっとあれですけど。特別感ありますね、やっぱね、今日はね、ヤンワンってことでね、大阪のね、大阪初の野外ということで、ありがとうございます。そしてですね、そうです、だから子供の日スペシャルということで、子供の日ということにちなんでですね、カバー曲をですね、カバー曲を2曲ほど お届けしてみたいなと思います。じゃあ早速やってみましょう。